今日は1336年前、長野のこの地と目されるところでですね、大友皇子がご自害された壬申の乱の終焉の日でございます。そういう歴史的な日に、この長野の山で、大友皇子の開封葬の歌詞の除幕式をさせていただくことを誠に嬉しく思います。この緑の滴る夏の涼風が立つ頃に、非常に幻想的な美しい音楽劇になるんじゃないかと思っています。そういうことを夢見ております。どうぞ皆さん方と共にこの音楽劇を通しまして、大友皇子のことを忍びつつ、除幕の除幕をさせていただきたいと思います。私は天智天皇様、大友皇子様の御霊をお守りしお祈りする近江の社の皇子でございます。今宵は1336年前にございました壬申の乱の折、この長良山付近で大友皇子様のご
ご自害されたご命日でございます。大友の御子様の近江朝廷軍と大天の御子様の吉野軍の皇位継承をめぐる争いで、両軍のおびただしい将兵たちが命を散らせました。この深々とした闇の森に今も眠る大友の御子様をはじめ、多くの御霊たちに1336本の竹の明かりを捧げたく思います。そして大友の御子様、天智天皇様の皇后様、大和の大妃様や額田の大妃様、柿の本人諸様たちのお歌を忍びながら、この大津の都の地に生きたさまざまな人々のお心に出会っていただきとうございます。天智天皇様、雨の御事の平柏家のすめら御事様が治められた大津町は、今から1340年前の5年余りの短い都でございましたけれども、大陸文化の影響を受けて花開き、最初に日本という国家の形にも思いを巡らせたところでございました。百済や新羅、高句麗等の人々も集い、香り高い文化の花が咲きました。笑い、恋し、泣き怒り、恐れ、やがてとてつもない大きな争いが起こり、無残にも砕け散ってゆきました。悲しくも愛しい人間の光と闇の彩りが深々と交差した、尊くも美しい都でございました。中大江の御子様は新羅と唐の連合軍と戦っていた百済に、日本から3万人余りの援軍を白村江にお送りになりましたけれど、この戦いはあっけないほどの大敗でございました。生き残りの兵士と百済よりの亡命者たちは命からがらに日本にたどり着かれたのでございます。それからというもの、新羅と唐よりの襲来を恐れて、日本海にも近く山々に囲まれ湖に守られたこの大津の地に都移しをお決めになったのでございます。またこの近江には進んだ文化を培った多くの渡来の人々が住んでおられたことも、中大江の御子様が都移しをお決めになる理由であったようでございます。一方、百姓たちは都移りを願わず、これを風刺する技歌も多く、連日あちこちで火事騒ぎが続いたそうでございます。